はい、皆さんこんにちは、一級建築士が主催する買い主のための不動産屋として活動しております、クズ不動産の鈴木と申します。よろしくお願いします。今日はですね、10月の1日、3時32分、弊社事務所よりお届けしております。今日から、消費税が、8% から 10% になったわけですけど、何か皆さんお買い物、10% のお買い物されましたかね。ちなみに、意外とご存じない方も多いんですけど、土地に関しては、消費税というものがかかりません。なので、1000万の土地を買えば1000万ということですので、少し覚えていていただけるとよろしいかと思います。さて今日は、買い付け証明書っていうのをご存知でしょうか。今日はですね、この買い付け証明書について少しご説明したいと思います。皆さんが土地を探されて、まず、気に入った土地があって、この土地を買いたいよっていう時にですね、意思表示の仕方として口頭ではなくて、売り主さんに対してしっかりと書面を持って購入の意思を伝える、このための書類を買い付け証明書と言います。こんな買い付け証明書ですね。こんな書類です。はい、これ実際の買い付け証明書です。で、ここにはですね、当然その購入する金額ですとか、それから、契約、ですね、契約の希望の時期ですとか、いろいろこう書くところがあるんですが、コツとしてですね、このその他の条件のところ、その他の条件のところですね、わかりますか。はい、ここにはですね、何が書いてあるかと言いますと、例えばですけど、申し込みを1週間以内に、売渡承諾書の発行をお願いします。この買付証明書を売り主さんに提出すると、丁寧な売り主さんですと、この売渡承諾書っていうのを書いていただきます。ただ意外とこれは最近形骸化されちゃってることが多いですね。はい、それから、買付証明書を発行した後は、買い主の関係者が敷地内に立ち入ることをご承諾くださいとかですね、それから、あと解体撤去を売り主さんの負担でお願いしますよとか、それから密室登記をお願いしますなんてことも書いてあります。これ一番大事なことはですね、ここにあります。売り主様のご負担で業界部位の確定をお願いしますということも書かれております。これは必須項目ですね。必ずご記入ください。それからこの現場は北側業界の、コンクリートブロック壁についてあらかじめ改めて相談させてくださいなんてことも書かれております。買い主さんがですね、こういったことを条件に土地の購入を検討したいということを、の意思を表明するための書類なんですが、この時にですね、一つだけ皆さん、気をつけていただきたいのは、やっぱり、この売り主さんっていうのは、何らかのそのやむを得ない事情によってこの土地を手放すことになるわけですね。ですので、そうしたその売り主さんの気持ちになって、立場になってこの買付証明書を書いていただくと非常にこう効果があると思います。例えばですけども、ここ注目してください。見えますか。はい、この度価格について何々様には無理なお願いをしたにもかかわらず心よくお引き受けいただきまして感謝いたします、などのですね、例えば多少でも寝言書をした場合ですとか、どういった時でもいいんですが、売り主さんにその感謝の気持ちを添えて、一筆添えてですね、この買付証明書を、出していただくと、売り主さんも非常にこう気持ちよく取引に応じてくれるんでない、取引に応じてくれるんではないでしょうか。ぜひ参考にしてみてください。じゃあ今日は、この買付証明書についてお伝えいたしました。もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。